にちは。僕はとある小さな町の郵便屋さんです。さて今日も一日郵便配達頑張るぞ。そうだ、今日は14通のお手紙をお届けする予定なんです。どんな出会いがあるのか僕もすごくワクワクしています。それでは早速1通目の手紙です。寒くなってきましたね。お元気ですか？僕は相変わらず元気に頑張っています。ふとあなたのことを思い出すといつもこういうふうに思います。あなたは今僕のことをどう思っていますか？また笑顔で再会できるのを楽しみにしています。あなたが私のことをと思っているのか、それはそれは毎日不安です。私が今日楽しく生きてゆくさじ加減もあなたが握っている。Thank you.
ありがとうございます。皆さんこんにちは。トップバッターを務めます乃木と申します。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。